こんにちは。今日もナルト英語バージョン24巻の中から英語を説明しますね。101ページ。また牙が、カンクロに言ってる言葉ですね。These creeps aren't just your average っていうふうに言ってます。このクリープスですね。まあ、今回敵はですね、2つの体を、2つの人間が、一緒になってるんで、複数形になってますね。変人、嫌なやつ、怖い人。鳥肌が立つような人っていうことで、クリープスっていう言葉を使ってます。で、not your average っていうのは、ありきたりではないと。あなたのアベレージではないんですよ。あなたの平均的な考え方では測れませんよっていうようなことですね。ありきたりではない。日本語版では、こいつら、半端ねえぜって書いてあります。